今日は負けられない試合、これまでの試合のことは一旦忘れてしまいましょう。玉川クラシコホーム味の素スタジアムに彼らを迎えています。なんとか勝ってくれ。今までの試合得点はしてるんですけれども、守備が崩壊しています。さあ、川崎フロンターレ現在7位、 FC 東京17位と非常に厳しい状況、両チームとも非常に苦戦しています。ただ玉川クラシコはもう順位関係ありません。さあ、FC 東京のフォーメーション4-4に変わりません。2トップには前田選手、ちょっとダイレクト研究名もありまして、伊藤橋健満選手入っています。そしてセンターバックチャンヒョン選手、かなり疲労が溜まっておりますので、丸山選手と森重選手は丸森コンビです。さあ、川崎フロンターレフォーメーションです。彼はもちろん入ってないですね。彼はいないでしょうね。彼はいないということです。途中から決めます。ですベンチにいるんですか。謝りに行きます。なんでお前が開くんだよ。おかしいだろ、相手チーム謝りに来る。全然いい。んで戻ってごめんね。なんで意味わかんない。ゴールに向かっています。あべ、おいおいおい。主審は PK を指示しましたが、カードは出ないようです。おいこいつは絶対蹴んなって。おいおかしいだろ、人んちで何やってんだよ。これおかしいだろ。じゃあ、おい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 。